こんにちは、くもちゃんです。ということですね、今日はですね、はい、堀江さんです。堀江さん、カジ堀江さん、皆さんご存知ですか？あの、去年のあの、しのぶえフェスタの時ですね、あの、私あの、めちゃくちゃ堀江さんにね、お世話になったんですよ。あの、兄貴みたいな感じで呼ばせてもらって、その堀江さんがですね、あの、この、あの、しのぶえコンテストかな、しのぶえフェスタか、去年のしのぶえフェスタでも吹かれていた、なでしこという曲ですね。まあ、なかなかね、その、まあまあコロナでですね、まあいろいろあってね、まあその、まあ皆さんがお家でいなきゃいけないとね、お家でいなきゃいけないということもあって、まあじゃあ、堀井さんが作った僕の曲ね、皆さん、吹いてよ、みたいなね、形でね、おっしゃってくださいまして、なんと、譜面無料公開しかも、入っときますね。譜面無料公開の上に、ね、堀江さんの動画の方で、このなでしこの解説、こうやって吹くよっていうのから、その、おことなんですよ。おことなんですよ。で、そのおことの、伴奏。いやー、至れり尽くせりでございますね。はい。どんな曲か、どんな曲か、ね、聞きたいでしょ？はい。堀江さんの、聞いてください。堀江さんの、どうかな、しのぶえフェスタの、曲とかあるんで、去年のしのぶえフェスタとか、しのぶえフェスタとか、あと僕見ました、この動画のですね、このなでしこの動画の最後34分ぐらいから一回通して吹いてくれてますから、まず、いや、とりあえずちょっと練習する前に、どんな曲か知りたいわーほほーって方ね、どんな曲か知りたいよーってね、知りたいよーって方は、このまあ僕解説動画のリンク貼っときますんで、伴奏はこの下にあります。伴奏はこの下にありますので、解説動画の34分あたりから見てくれたら、堀江大先生が、吹いてくれてるやつがありますので、それ見てください。一応、こんちゃんバージョンということで、なんとなく吹きますので、これ参考にしないでくださいね。こんな曲です。尺八だと、ちょっと調子がね、今ちょっと、9寸間がないので、8寸間でいきます。今初めて吹きました一緒ずつが吹いたことあったんですけど、すいません、普通に死の上で、すいません。休憩があって、
ってきて、で一周だらしてるのを繰り返してから八本上司に持ち帰って、めちゃくちゃ、まあまあまあ、僕はちょっと吐く今適当で 昨日から練習し始めて、昨日から練習始めて、まあまだ、やっとこう、聞いてきたなっていう感じなんで、まあまあ、すごいね、大切なんでね、堀井さんがね、すっげえなんか思いを込めてね、まあちょっと解説も見たんですけどね、すごい、まあいろいろ考えて、まあこんな風にねっていうね、まあすごい優しい曲でね、今まあなんかいろいろやっぱりまあまあ、まあ僕もね、ちょっとね、まあ、暇じゃないんですけど まあちょっと、まあね、社会的にね、本当まあ皆さんね、本当に大変な中でですね、まあ本当にこう心ね、休まるいい曲なんでね、もしあれだったら吹いてみてください。で、一応7本調子、8本調子っていうので、7本調子持たれてない方が多いと思うんですよ。で、まあ、これは秀勝さんの7本で吹いたんですけど、立平さんの方も7本調子、蘭城先生も7本調子、安野さんも7本調子、太郎さんも7本調子、まあなんか、ありますので、まあもし、7本調子持たれてない方はね、まあ各生活さんの方にね、ご連絡、まあいただいて、例えばもう在庫があればね、すぐ送っていただけると思うのでね、まあちょっとそんな形でね、問い合わせしてみてください。7本調子買うの?みたいな。まあ、8本調子は頭木とかあるじゃないですか。7本調子買うの ?7 本調子買いましょう。買いましょう。はい。で、堀江さんってね、基本的にその立平館さんユーザーなんですよ。そして今、速報!なんかね、立平さんの、工房ですね、コロナということですね、今立平さんが一人で全部作ってるらしいんですよ。作られてるらしいんですよ。だから、立平さんが、もう一人でやべえみたいな。ね。普段は中の人がいるんですけど、今やべえみたいな感じであるだから、まあちょっと、ね、遅れてるらしいんですけど、その中でも、なんと、玉木の六本調子のモックアップができてきて、現在ブラッシュアップ作業中らしいですよ。つまり皆さん、このコロナの期間ではございますけど、立平さんの方では着実に、玉木六本化計画が進んでおります。はい。だから皆さんまあね、ちょっとまあいろいろね、本当にね、辛いですけど、まあその外出もできなかったりしますけど、なんとかね、まあ明るくね、明るく楽しくいきましょう。で、この機会にですね、なんとはね、尺八の、桜メンズの佐藤先生とか、あと、忍笛の佐藤和也先生でしたっけ?はい。確か。え?僕間違えてる? 夢ですか?え、僕夢ですか?佐藤和也先生がオンラインレッスン始めたって。え、夢?もしかして。え、夢?佐藤幸喜先生は、え、夢僕。夢見た。夢見たんですか?ふぉー!ほらほら!夢じゃない!え、つまりですね。でも何がやるあれ?はすはす!5本あった。これ。もう、忍笛上達、これ言ってる。忍笛上達レッスンの、ね、佐藤先生が、なんと、オンラインレッスンあるから、オンラインレッスンをね、こうやっぱコロナでね、始めたらしいんでね、皆さんお家でいられない。これ、このセットも大丈夫ですし、はい。いやいや、まだまだ、イケメンに増えてる方って。言い方。
イケメンのね、先生に、この機会にって方ですね。はい、皆さん。佐藤文太先生も、なんかオンラインレッスン始められてますし、あと、尺八の方の佐藤先生、佐藤幸喜先生も民謡尺八とかでね、オンラインレッスンを始められてます。あと、比江島悟先生とか、あと、星の川とかね、吹かれている、狩野先生とか。皆さん、もう今、もう、すごいです。すごいです。で、結構ね、ズームとかあって、こんちゃんもなんと、ズームでのレッスン、可能です。しないですけど。しないです。しないです。僕はね、そのなんか、受講料もらってとか言うんじゃないんで、まあ一応なんか、ズームで、なんかまあ僕も、なんかツイッターの方でですね、なんかゴールデンウィークどっかでちょっとまあズームオフ会みたいな。こんちゃんの場合は笛を吹かずになんかこう、まあダラダラトークしようかなと。ね。笛トークね。なんか質問とかあったりしたらね、ダラダラトークしようみたいなのを、まあゴールデンウィークに考えてますので、まあまだまあ皆さんこんな時期ですけどね、頑張っていきましょうよ頑張っていきましょうよね、楽しく過ごしましょうよ。お家でいる人はね、お家で楽しく過ごしてね、まあコロナ禍ね、やっぱりね、働きに行かなきゃいけない人もたくさんいると思うんですよ。僕も働きに行っております。お仕事あるだけでもありがたいです。ありがたいですね。もうだからもういろいろね、ある中ね、やっていきましょう。そして、もしかしたら政府が10万円くれるかもしれないから、10万円で何買います？家族2人分。家族2人分。一人でも大丈夫。一人だとこれ買えちゃう。まあこれね、ちょっとコロナの影響ですね。今発売停止になってますけど、またね、コロナが収束しましたらね、発売開始されますのでね。はい。月仙さんは月仙さんで、なんか、六寸管のメタル尺八をめちゃくちゃなるやつ作られてたり、またその、これも新しいタイプ作られてたりね、してます。で、まあその、個人的に思うのは、なんかやっぱりね、その、コロナって、まあ、その、よくわかんないですよ。なんか、まあ中国が発祥とかね。まあそこら辺はいろいろ揉めてるんで、まあ私は触れませんけど。で、まあそのやっぱり、もう中国のせいでみたいなね、まあ形で言われてる方も多いと思うんですけど、僕ね、国と個人は違うと思うんですよ。国と個人は違うと思うんで、まあ、そのずっとね、そのゲッセンさんとも、まあ、ずっとね、やり取りさせていただいてるんですけど、もうね、めちゃくちゃ、考えてくれてますね。うん。で、やっぱりね、本当にね、やっぱりね、ゲッセンさん、尺八好きなんですよ。うん。僕、話してて、正直言っていいですか？僕、その、話してて、僕ってその、特に尺八のその缶のこと、缶のブランドとか、そういう尺八のまあ歴史とか、そういうの、すごいまあめんどくさい人なんですよ。だから結構いろいろ、まあ調べてるんですよ。で、普通の尺八をされてる方だと、ちょっとその話が合わなかったりっていうか、そのマニアックすぎて僕が、ちょっとなんか今じゃ何言ってるかわかんないみたいな話になるんですけど、月仙さんはめちゃくちゃ勉強してます。うん。で、一応その、例えば、このメタル尺八も、皆さんの意見を取り入れて、またこう作り直したりっていうのもあったり、これ自体も、もう、すごいいろいろこう考えて、で、まあ、いかにこう、初学者の方でも吹きやすいようにみたいな感じで考えて、で、しかも、こう、結構みんな一気渡ったんですよ。かなりもうほぼ完売状態で、一気渡ってるらしくて。まあいろんなこと考えられてね、本当にね、すごいためになるなっていうね、思います。だからまあ皆さん、まあね、なんか楽しくね、まあ同じね、趣味のね、人たちだけでもね、まあ楽しくね、できればいいんじゃないかなとかね、思ってますのでね、またね、コロナがね、終わりましたらね、まあ楽しく過ごしましょうね。はい、じゃあエルガイムいきます。
今日ね、はい、エルガイムね、もうまたちょっとね、エルガイム仕上げてまた言います。エルガイム5本上司なんでね、はい、ということで、まあまあうだうだしましたけどね、またそんな感じで、ね、私もまあまあなんとなくね、ふわふわ頑張っていきますのでね、皆さんも明るく過ごしましょう。はい、ということで今日はですね、なでしこの動画でございました。ありがとうございます。